さて、再来の洞窟も終わって、もうワンフロア行けるかなーって思ったんだけど、秘密兵器実験場か。いや、行けるな。いや、だって秘密兵器ったって玉雲でしょ？なもの。玉雲なんてね、青ピクミンとハチャッピー2匹でも倒せたぐらい。あー、ぴょこぴょこ行ってらーな。当てない打撃。当てない振動打撃。よしよしよし。紫の当てられた打撃が生きたぞ。よし、運んじゃえ。卵キーも運んじゃえ。なんなら、鍵も運んじゃって、このラブチェッカーも運んじゃえ。よし、オッケー。まだでも卵キーの音がするな。とりあえず、一体ずつ行こう。よし、鍵はオッケー。とりあえず、みんな帰ってくるまで一旦待つか。いや、待って。紫と赤だけあればいいんじゃないかな。紫の当てられた打撃からの赤連打攻撃。ラブテスターって30で拾えるっけ ?35 だよな。じゃあ紫一体置いて、タマコキンに対して当てない、こっちを向くな、こっちを見るな。当てない振動打撃。オッケー。あー、落とされる。危ない。当てない打撃をしっかりと。よし、振動でピヨらせて赤ピクミンでぶん投げる。これだー。オッケー、お宝はそれでいいや。卵金はサクサク運んで、他のお宝は残ったメンツで運んでいけばいいね。よし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 、待った。そのための紫一匹。よし。いやー、ここまで作戦通りだとはね、嬉しいものがあるわ。作戦通りですよ、紫一匹残したのは。これでお宝の音が鳴れば、よし、オッケー。で、投げ捨てないようにきっちりと解散してから奥に進むと。いや、リスクヘッジバッチリだね。なんで毎回卵を水の中いるの？白ピクミンでまず毒を壊しちゃう。オッケー。もう青ピクミンを毒に突っ込むのが好きなのかな？なんだっけ、テナガザルだっけ、ワオキツネザルがなんか安手の毒でラリルみたいなお話もあった気がするな。よーし、やってやろうじゃあねえか。なぜなんで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 来たの君たち、本当にふざけるんじゃねえよ。おい、こっち来い。なんでこっち来ちゃったの？なんでこっち来たの？本当になんで青色に惹かれてきてんの？マジでふざけんなよ、こっち。おいでー、逃げるよ。お宝の後ろに隠れ。なんでルイ君の方に行ったの、本当に。あー、腹立った、腹立つ、マジ腹立つ。なんだ、なんなん、なんなんなん。はー、なんでだ。あんだけ近くにオリマーいたんだから、オリマーに行くのが筋じゃないんかい。うわぁ、わぁ、腹立つわぁ。え？どういうこと？ルイ君を決定的に弱者だと思って狙いに行った。それならまだわかるわ。野生の感的なね、ことであるならば仕方ないわ。それは、オリマー君は弱いからね。オリマー君じゃねえ、ルイ君だわ。はい。オッケー、一匹近くにいるから、まずは紫の、当てない打撃。ほんの本当に、出しゃばり白ピクミン太郎がよ。
お前は本当に腹立たしいな。めしゃばってくるんじゃないよ。無事で運んじゃ運んじゃ運んじゃ。よし、その間に何してんだい。本当に運んじゃえって言ったのに運ばない。オッケー、当てない。本当になんでこう白ピクミンっていうのは手しゃぶり太郎なんだろうね。まだ3年に太郎の方が役立つわ。いたー。もうなぜ白ピクミンが来るんだ。本当に紫投げてる時に白ピクミン来たって、君はクソの役にも立たないんだから。なんでこんな俺は敵よりも味方に邪魔されないといけないんだい。ふざけるんじゃないんだよピクミン君。そのでっかくて赤い目はなんだい。邪魔者しかないじゃないか。白だかなんだか知らねえけど、素人当然なんだから。戦闘経験においては邪魔してんじゃないよ。本当にもう君が邪魔したおかげでピクミンがどんどん死んでいくんだよ。シロ、タマゴキンに腹立つのはもうしょうがねえ生き物だからいいんだよ。タマゴキンと同様に白ピクミンに腹が立つからイラつくんだよな。ほら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 、また来たよ。お前は本当に何なんだい。とりあえず一匹倒す、解散する。あーもう解散の場所が悪かったな。もう分かった分かった。あー、白ピクミン、白ピクミン、白ピクミンをお宝運んで、赤と紫、赤と紫なんですよ。赤と紫だけでいい。なんで赤と紫と白で混ざるんだい。よーし、動画には載せられない愚痴だらけでしたけども、とりあえずクリアと。あー、もうこんなん絶対に動画に載せちゃいけないんだよな。そんな暴言を白ピクミンに対して言ってたわけですけど、ねえ、タマゴキンはね、もうしょうがないじゃない。相手はそういう生き物だしね。ピクミンが縄張りに入ったので襲いに来ましたっていう感じだから、それはもう自己防衛の範囲で。なんでピクミンを守ろうとしてるオリマーとルーイの邪魔を白ピクミンがしてくるのかっていう怒りがね、どうにもこうにも収まらなかったな。次、さてサクサクっとお宝拾ってタマゴキンキャノン通して帰りましょうよ。よーし、とりあえずジャイロゴマとかは全部拾った。で、前回の動きを見る限りだよ、ピクミンが少ない方に向かっていくんじゃないかっていう仮説を立てて、青ピクミン10体だけで1回行ってみるか。で、もしルーイ君の方に行ったら、もう激から激輪が使ってガンガン倒す、これでいいんじゃないかな。おいでーっと、早い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 、出すのが早い。でも当たらないんですよね。ちゃんと抜けれちゃうから、盾を見つければ。あ、やっぱ少ない方に来るか。だとすれば、オッケー、ルーイ君もそっちに合流で。ああ、もうどうすかな。やっぱ青ピクミンだけでやるか、青と赤。いやー、でもダメだ、水の中にいるんだよ。あいつなんで水の中にいるんだろうな。もう何かしらの難癖をつけるものを探し始めたな。これはダメだね、ダメな兆候だわ。よーし、オッケー、残り3、4、3。よーし、電気で間違えてピクミンを倒したけども、しょうがない。今のは、今のというか、まあこのミスは全部俺のせいだから、責任は全て白ピクミンにあるけども、それを許しましょう。もう
そんな怒ったってしょうがねえんだから。もう自分たちで水に突っ込んだり毒に突っ込んだりする子にね、怒ったって伝わるわけがないんだから、許すしかないんだよこっちが。もう、そしたら青ピクミンで起こす。青ピクミンで起こしたらここに移動してくる。激辛使って激苦で一気に落としにかかる。これじゃないか。もうそれしか思いつかねえな。変に小賢しいこと考えずに力技でゴリ押していく。これが一番強いんじゃねえかな。そう、結局小賢しいことを考えるっていうのはそれだけの力がないってことからね。力があるっていうのはそういうのを、柵を全てぶち壊して相手を倒していく。これが一番いいんじゃない。よし、それでやっていこう。起こす、呼ぶ、こっちに来てもらう。おい、来い来い。いいね。オッケー、激辛使う。で、激苦も使っちゃう。で、避ける。ここなら大丈夫のはず。ほらね、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 ほらね。やっぱりこういうのが一番いいわ。頭使ってね、やるよりも、こういう風に無理やりでも倒しに行く。で、呼ぶ。避ける。よし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 。あと30秒くらいで倒せるかっていう微妙なラインではあるけど、まあなんとかなるでしょう。白、青、赤、赤に切り替えて休憩したところで赤をぶつける。届かなかったか。 OK、 じゃあしょうがない。赤に切り替えて休憩でぶつける。よし、 OK、 倒した、倒しきった。で、残り30秒、お宝は白で拾わせる。ここまでの蹴りをお前がつけるんだよ白。いけ、よし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 。じゃあ、あと白ピクミン一匹だけちょうだい。よーしよしよしよし。あと10秒で完結戦を掘ってしまって、攻略できんのか？いや、これいけるな。よし、10秒カウントダウン開始とともに完結戦も開くと。で、しっかりとゼロなことを確認して、ゴール！やったー！いやー、流れでいけるかなーと思ったら結局結構辛かったな。まあとりあえずこれであれだね、無二世クリア。ん？今5列目か。5列目まで終わったんで、最後6列目だ。バイバイゲームの穴、天罰の穴、ドッスン迷路、スナイパールーム、デミマダラの巣窟。デミマダラの巣窟5フロアにバイバイゲームが参加。怖いね。いやー、とりあえず、まあ今回で5列目クリアってことで、今回の実況はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画もよろしくお願いします。それではさよなら。バイバイ。